ボロニーズ。ボロニーズ、A、ボロネーゼは、イタリアのボローニャ地方原産の愛玩用の犬種である。A 表記に従って、ボロネーゼと呼ばれることもある。11世紀頃から存在していたと言われている、古い犬種である。追い立ちに関しては、諸説があり、ウォータースパニエル犬種を小型化して作ったという、ウォータースパニエル派生説、古い愛玩犬種。 ショックドッグから突然変異により生まれた縮れ毛の犬を元に交配を行って作ったというショックドッグ危険説などが挙げられている。少なくとも11世紀頃には犬種として存在していてビションフリーゼ、ハバニーズ、マルチーズなどのビション系犬種と血統的な関わりを持つ犬種である。貴族のためのイダチ犬、アイアン犬として古くからボローニャ地方で 高い人気を博していた。人間の貴族のように非常に大切に扱われていた、剣手である。宝石が散りばめられた、純金製の首輪やブレスレットを身につけ、香水の入った風呂で体を洗われ、食事は上質な牛、フィレ肉を与えられていた。飲み水を入れるための皿は、高級なクリスタルガラスで作られ、食事を入れるためのボールは、純金で作られていた。さらに、 生まれた子犬に母犬に代わって授乳を行う人間の若い女性の乳母まで雇われており非常に贅沢な暮らしを送っていた。ちなみに母犬は子犬に父を与えないイコール断乳することにより再び繁殖が可能になる時期が早まり当時は子犬を確保するためにボロニーズ用の乳母の存在が重宝されていた。しかし子犬に犬の母乳を与えないことにより免疫を 母からもらうことができないので、当時の子犬の成長率はあまり良くなく、死亡率も高かった。また、人と犬とでは母乳の成分も違うので、子犬の健全な育成には不向きである。ボロニーズは、ボローニャ地方だけでなく、ヨーロッパの著名な貴族にも非常に愛されていた。ルイ16世やスペインのフィリップ2世、ロシアの女帝エカチェリーナ、さらには、 オーストリアのマリア・テレジアやメディチケの類代の課長が、それである。特にエカチェリーナは神職を一等のボロニーズと常に、共にし、非常に溺愛していた。その愛犬が亡くなると、これからもずっと一緒にいられるようにと、白星にして、常に、自分の肩荒に置いたという。ちなみに、この白星は、今日もウィーン博物館に現存している。メディチケは愛好家としてだけでなく、 本種のブリーダーとしても非常に名高かった。ヨーロッパ各国の名高い貴族への貢ぎ物としてよく用いられた。貴族に広く愛された理由は毛並みがよく容姿が整っているという点だけでなく身のこなしが上品で性格も恩和で人懐っこいという点もその一つであったと言われている。二度の世界大戦の際には貴族たちの手によって犬たちが戦地から疎開され、 ほぼ難なく生き残ることができた。戦後は、貴族だけでなく、一般市民の手にも渡り、ペットや、ド毒グとして、多くの国で飼育されるようになった。日本でも愛好家によりブリーディングは行われているが、ビションフリーゼや、トイプードルのような名が通る犬種ではないこともあり、純粋な血統のボロニーズ国内頭数は年々、減少している。 JKC 登録頭数2005年90頭76位2009年56頭81位であった。耳かきの梵天を思わせるような縮れ気味でふわふわとしたボリュームのあるシャギーコートムク毛を持った犬である。この毛は抜けにくくて匂いが少なく低アレルゲンであるため犬アレルギーを持つ人でも飼育することができる。また、水をよくはじく。 毛色は通常ピュアホワイト、純白であるが、ごくごく稀に、ホワイトブラックの犬も、稀る。ただしその犬は、血糖症を発行してもらえない。マズルは、細く短めで、鼻と、つぶらな目は、黒黒している。足や体はコートに隠れて見にくいが、細くキャシャである。耳は垂れ耳、尾はき尾で、尾には、豊かな飾り毛がある。体高からセンチメートル。 体重3から4キログラムの小型犬で、性格は様々だが、基本的には温厚、人懐っこい。飼い主家族にはよく甘え、懐く。他の犬や子供に対しても仲良く接することができる。ただし、臆病なところもあり、自分より体が大きい犬は苦手な傾向がある。個体差はあるが、運動量は多めでいたずら好き、マルチーズなどとは違い年寄りには向かない。 元から長明の犬種の一つで、無虚星、否認の個体であっても十三から十五年は生きることができる。中には二十一年も生きたボロニーズも存在するほどである。かかりやすい病気はコートが目に入って起こる、メ疾シッや低流抗癌などがある。毛色が純白であるため、日頃のコートのケアは欠かせない。特に目の周りは涙やけで茶色くなりやすいので、 商用の犬は特に注意が必要である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。